こんにちは。アートの小部屋へようこそ。今日はですね、私がね、AI アートをどのように作っていくかをちょっとね、紹介しようと思います。いろんな方法がありますけども、今日はね、ちょっとお笑い込みでこれをやったらどうなるかなってことを試してみようかと思います。例えばここにですね、丸顔の女の子を描きますね。こんな感じですか。はい、いかがでしょうか。こんな感じですね。描きましたね。はい。で、ここに星などちょっと雑に描いてみました。さあ、これがどういう風になるのか、ちょっと皆さんお試しようでございます。はい、この図をですね、スマートフォンでこのように撮影しますね。撮影しました。こういう風に、あれ、こんな感じで出てきましたね。確認できます？はい。パソコンの方に取り込みました。はい、じゃあできましたんで、これをね、ノベル AI に取り込んでいきます。それが、あれがどのようになるでしょうか？はい、いかがでしょうか？こんなんなりましたよ。不思議ですね。で、ちょっとバリエーション取ってみます。はい、4枚の絵になりましたね。それぞれ表示してみましょうか。まず1枚目が、こちらです。ね。で、2枚目はどうなってるでしょうか。2枚目。これです。いや、不思議ですね。で、3枚目。3人も出てきましたね。で、4枚目です。こんな感じです。背景なんて全く書いてないのに、しっかりと背景まで、こうね、出力されましたね。はい、というところでね、全く絵心ない私でも、可愛い萌え画が4枚もできてしまいました。しかもね、延べ人数何人？デフォルメの SD と2人のやつと3人のやつと、それから2人のやつ、合計で8名ですかね。8名？うん、すごいですね。うん、まあ最後に、その、これを原画で撮った出来上がった絵の方をご覧ください。それではさようなら。We'll be right back.